おはようございます、今日はこれからねジムに行ってこようと思います。というのもですね、今日実はですね大会終わって次の日なんですよ、翌日なんですね。で朝先ほどホームジムで G5 でですね足トレしたばっかなんですけど、ちょっとねせっかくなんで足用のマシンを使ったトレーニングもしたいなと思って急遽ねジムに行くことになりました。でせっかくジム行くんでそのままタニタンの体組成計で今のこのコンテスト後翌日の状態の体脂肪とかねそういったのを測ってみようかなと。なかなかこう絞り切ることないんで、ちょっとそれをね測って、皆さんにお伝えできればいいなと思います。これぐらいの体でどれぐらいの体脂肪なのかね、もしかしたら皆さんも気になってるかなと思いまして、ちょっと今回はそれを撮影していこうと思います。それではちょっとジム行ってきます。はい、先ほどねジムから帰ってきました。結局ね足トレをしに行ったつもりだったんですけど、結局ね全身やっちゃいましたね。肩もやりたいなとか胸もやろうかなとか背中もやろうかなと思って、いろいろやっちゃいました。やっぱりジム行っちゃうとねなんかあんまりね家ではできないマシンを使いたくなっちゃうんですよね。なのでなんかそういう意味ではねなんか自分で言うのもなんですけど、いや僕自分でね筋トレ本当好きなんだなってなんか改めて感じました。やっぱりコンテスト終わってねなんかその思いがねちょっと一段と強くなった気はします。本当にで、筋トレ終わってからですね久々にタニタの体組成計の方で、ね、測らせていただきました。ちなみに前回は6月の9日に測ってるんですね。これは大会に出るというのを決める前でしたね。その時が体重 70.1kg で体脂肪率は 6.8% だったんですね。でそこから、減量半月間ですねさらに絞ってやった結果ですね、まあ、実際には昨日がコンテストだったのでその翌日今日になるんですけど測ってみました。 67.8kg でしたね。 67.8kg まで絞った、体脂肪率結果は 7% です。いや前回から上がってるし、これはね正直意外な結果でしたね。本当かよと思いますよね。前回 70.1kg の時は 6.8% だったのに今回 67.8 でね 2.3kg か絞ったのに体脂肪率はね 0.2% 上がってるってことで、もう単純にこの2週間の減量生活で筋肉がだいぶ持ってかれたんだなっていうのが、まあ、この数値から見るとね、わかるかなと思います。まあ、ただね、僕前も言ってるかもしれないですけど、体脂肪計っていうのはあくまでまあ数値なのでね、まあ、僕なんかフィットネスをやっていると、まあ、数値よりも、まあ、実際の体の見栄えっていうのも大切にしなきゃいけないんですけど、まあ、一つの指針にはなるかなとは思います。なのでね、まあ、こういった区切りの時は一応ね測って、まあ、記録は抑えてるっていうところですね。やっぱ人から何パーセントぐらいですかとかね体脂肪とか聞かれることが多いので、まあ、今回ね動画を、撮ってみたっていう感じなんですけど、思ってたよりはちょっと高めだったかなと、 7.0% ということですね。ちなみに一応体脂肪判定ですね、体脂肪とあと筋肉量の判定としては、痩せ型の細身筋肉質っていうところにねチェックマークがついていました。まあこれはね、要するにね、おしゃれマッチョってことですね。多分ね、そういう風にちょっと僕は拡大解釈しています。そうじゃないとやってらんないです。それからね、これ結構いろいろ測れまして、内臓脂肪レベルっていうのがあります。レベル9以下が標準で、10から14だと、まあちょっと多め。15以上だと過剰っていう、数値だそうです。1から59のレベルで、判断するということなんですが、内臓脂肪レベルは、4ということでね、めちゃめちゃ低い、一番低いところを指してます。まあこれはね、絞った結果なんで、まあそらそうかなっていうところですね。まあそれ以上に筋肉持ってかれちゃってるんであんまり意味ないですけど。で、実際の筋肉量スコアっていうところで、筋肉量を測るところがあるんですが、ここの部分のスコアがね、っていうところなんですが、こんな感じの結果となっております。こうやって見るとわかるんですが、まあ、腕がね、プラス2ってことで、腕はね、まあ、筋肉量があるっていう風な判断をされてるんですね。僕正直ね、腕が太いなんて思ったこともないんですけど、なんかいつもね、この体組成計で測るときは腕がね、筋肉量多いっていう判断になります。で、まあ、残念なのが、まあ、体幹部がマイナス1ってことで、やっぱこれ持ってかれちゃってるのかなと。思いますね。今まではね、体幹部マイナス1っていうのはさすがに出たことないんですけど、プラス1とかだったと思うんですけど、それがマイナス1っていうのは、
まあ、だいぶ胸とか背中の筋肉が今回の減量で持ってかれたのかなという結果ですね。で足はだいたいいつもゼロですね、まあ、プラマイゼロ平均っていう形になります。まあ、僕の場合ですね、まあ、平均の筋肉量なんですけど、どうしても足がね細く見えやすいタイプですね。まあ、それはちょっと僕個人的には一つの悩みかなっていうところです。それからね、足の筋肉量点数っていうのはねピンポイントで出るんですけど、これ年齢に対しての、まあ、どれぐらいかっていうところですね。これがね110点以上を記録しているんですよ。なので、まあ、年齢の割には足の筋肉はしっかりしているなっていうところですね。まあ、だけど見た目は細いよっていうところなので、まあそうですね、おしゃれマッチョってことですね。はい、というような感じの結果となりました。皆さんの予想とどうでしたでしょうか。たまにはねこうやって体組成計で数値測りながら、見るのも、まあ、たまにはいいのかなっていうふうに思います。ちなみに僕はタニタの体組成計で、これあのアスリートモデルっていうので、アスリートモデルじゃないね、ごめんなさい、アスリート体型っていうのかな、あの測り方が普通のとアスリートで測り方が違うんですよね。なのでアスリートの方がちょっとね、あの数値的にはよく出ます。なのでいつもアスリートにしてます。だっていい方がいいもん。せっかく見るんだったらね、モチベーション上がる方がいいかなとは思ってます。ということで、まだまだねアスリートおしゃれマッチを目指していかなきゃいけないんだなっていうのが今回分かったと思います。という感じで今回はコンテスト直後のね体脂肪計っていうのを測ってみました。楽しめたよ、参考になっていた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま研究員募集中です。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんにパシャッ。